ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしていくよ。今回は、歴代スパロボの中から、ゲッタードラゴンが活躍した作品をランキング形式で紹介していくわ。これは難しそうだな。あら、どうして?だって、ゲッタードラゴンってずっと強い印象あるぜ。どの作品でもボスキラー筆頭って感じだ。まあ、間違ってないわね。参戦自体は初代からしてるけど、その圧倒的な攻撃力が魅力というのはずっと変わってないわ。だからまあ、強いて言えばって感じよ。強いのはどれも強い、ってことだな。その中でも特に目立ってたってのを選んでいくわよ。まずは第4次から、24話でゲッターロボから乗り換える形で加入するわ。結構遅めな感じするな。最近の作品では最初からドラゴンってことも多いからね。基本となる性能は、やはり空適性が高いんだけど、一方で陸適性は B、宇宙適性は A だけど、龍馬が宇宙 B なのでトータル B。この頃のスーパー系は宇宙でちょっと辛いんだよな。とはいえ、破壊力は抜群。シャインスパークはフル改造で5400の威力で、超電磁スピンやサンアタックなどより威力が高くなってるわ。その分、消費 EN も100とかなり重めになってるわね。まさに必殺技だな。龍馬たちはレベル10の段階で、必中、熱血、ひらめきと戦闘に必要なものが全て揃うので、序盤から活躍してくれてるわね。ハヤトの幸運で資金も稼げるし、弁慶の気合で早めに必殺技も打てるわ。かなり強そうな印象だが、それでも10位なのか。というのも、第4次はあの新ゲッターが初参戦したスパロボなの。なるほど、最終的に乗り換えられちゃうのか。ストナーサンシャインは7300の威力があり、新ゲッター1は HP 回復もあり、移動力は12もあるわね。まあ当然といえば当然だが、かなり性能差があるな。加入は36話、ドラゴンの期間は10話ちょっとか。全部で46話なので、新ゲッターでいる期間も大体同じね。中盤は間違いなく目立つが、後半変わっちゃうと考えると。トータルの活躍度合いはちょっと下がるわね。続いてはスパロボアルファ。アルファシリーズも新ゲッターって普通に出てくるよな。そうね。ただ初代アルファは結構そこまで間があって、まず、19話でドラゴンに乗り換え、その後新ゲッターが出てくるのは45話とかなり後半。なのでドラゴンで戦う時間が結構長いのよ。新ゲッターは強いけど、大半の時間がドラゴンなんだな。また、他のシリーズにはない要素として、アルファのゲッターは変形だけじゃなく分離合体もできるの。これを用いて手数を増やしたり、お得に回復したり、いろいろ使い道はあるわよ。性能としてはやっぱ強いんだろうな。スーパー系としては低めの HP と走行、という弱点はあるものの、シャインスパークはフル改造で5300と高威力。加えて、今まで苦手だった遠距離に、ゲッターレーザーキャノンが追加されたわ。射程は5までと短いけど、ゲッターにとっては貴重な遠距離武器。それまではトマホークブーメランが最長射程ってことだもんな。相変わらず熱血や必中なども早めに揃うし、中盤から終盤頭にかけてはドラゴンがダメージを引っ張ってくわね。性能的には文句なしなのに、そのさらに上がいるってのがきついな。ただ、演出面はかなりかっこいい場面もあるわ。初登場の話では、テスト用ドラゴンが敵に奪われ、武蔵がたった一人ゲッター1でそれに立ち向かうわ。そして、自爆によって敵となったドラゴンを撃破。弔い合戦と出撃したゲッターチームに大量の大型ミサイルが迫る。熱くなってきたぜ。それをかいくぐり、テストもなしで、ゲッタードラゴンからポセイドンまで合体を成功させるわ。ゲッターらしい燃える展開だな。この合体は CG ムービーで書かれてるわよ。こういうのもっと欲しいぜ。続いてはスパロボ MX。この作品は新ゲッターが登場せず最後までドラゴンで行くことになるわ。ってことはかなり目立てそうだな。ただ MX ってかなり強力なユニットが多い作品で、その中で見るとちょっと地味な印象になるかもしれないわね。あ、ゼオライマーとかいるんだっけ。ゴッドガンダムやラーゼフォンバイカンフーなんかも強いわね。シャインスパークは初期値が5600なんだけど、これ超える武器もゴロゴロあるのよね。なので唯一無二の破壊力ってわけにはいかないわ。なんか世知辛いぜ。合体攻撃として、マジンガーたちを交えたファイナルダイナミックスペシャルや、ゲッター級とのトマホークやビームの合体攻撃もあるけど、合体攻撃の面ではなでしこ勢やドラグナー勢など、使いやすく威力もある面々がいるのでちょっと辛いわね。不遇とは言わないがちょっと埋もれてる印象はあるな。武装もいつも通りなので、最後までドラゴンなんだけど最終的な目立ち具合は、少し低めになるかもしれないわね。続いてはスパロボ Z。アプリを除くと一番新しい参戦作品になるわね。意外だな。Z も結構前の作品だろ。この後、ゲッターはチェンジゲッターでの参戦がほとんどだわ。マジンガーも新マジンガーやインフィニティになってくわね。
代替わりしてくんだな。スパロボ Z シリーズも第2次以降はチェンゲになってくわね。その分、Z は最後までドラゴンで戦ってくことができるわよ。シャインスパークは初期値5400とスーパー系でも上位の威力ね。そこはいつも通りだな。ただ、他のスーパー系は物語進行で武器が追加されていって、これ以上の威力のものも増えてくわ。また、マジンガー勢はマジンパワーが備わってるので、気力上昇で攻撃力が底上げされるのに対し、ゲッターはそういった能力を持ってないの。そのため、終盤になると他のスーパー系に対し、ちょっと遅れてく印象ではあるわね。唯一無二の強さではないんだな。ただこの時期には地形適性に S が登場しているので、空での戦いではかなり有利ね。スパロボ Z って招待制だよな、その辺はどうだ？全体攻撃に関して言えばスパロボ Z はトライチャージがあるので、アルファシリーズのように全体攻撃の有無が大きな差になることはそこまでないわね。むしろゲッタードラゴンのトライチャージは射程が5まであり、割と使いやすい方ってのもあるわ。単独仕様の全体攻撃ではゲッターチェンジアタックがあるわね。これは威力も高く、P 武器で射程も長いものの、弾数が1しかないという欠点があるわ。ここもめちゃ強いって感じでもないな。龍馬の隊長能力で全員空 S になるってのがあるけど、これも強力かというとそこまでじゃないわね。トータルちょっと地味だなやっぱ。でも戦闘アニメの再現度はここに極まってるわね。特にシャインスパークのド迫力カットインはぜひ見てほしいわ。ランプ上の機体の名前がカタカナなのがちょっと面白い。また、ファイナルダイナミックスペシャルも相変わらずド派手よね。最後、グレートに肩を担がれてるのが細かいな。シャインスパークで力を使い果たした。ってわかりやすいわよね。続いては携帯機シリーズからスパロボ A。この作品のドラゴンもちょっと変わった目立ち方してるわね。変わった目立ち方？スパロボ A にも新ゲッターは登場するので、もちろん乗り換えになるんだけど、なんとドラゴン自体はそのまま残って使うことができるわ。しかも、乗り換えパイロットとしてミチルさんはもちろん、隠し要素で生き残るムサシ、そしてミチルさんの義理の姉である早乙女みゆきもいるわ。ゲッターで乗り換えが豊富って珍しいな。ただ一人乗りにでチューンされたことで、性能は大きく低下してしまうわ。何より、シャインスパークは使えなくなっちゃうわよ。そりゃ3人のペダルを踏むタイミングを合わせる技だしな。その代わりにゲッターレーザーキャノンが追加されて遠距離でも戦えるようになるわ。で、このゲッタードラゴンに加えゲッター1、さらにゲッター9もいて、トマホークやゲッタービームの合体攻撃を行うことができるわ。さらに、新ゲッターとドラゴンでは、ストナーサンシャインスパークという、とんでもない合体攻撃まであるわよ。名前だけでとんでもないな。中身の方も、新ゲッターがストナーサンシャインをドラゴンにぶつけて、ドラゴンがシャインスパークの要領で敵に飛び込んでいくという荒技。名前の通りだけどすごい技だな。威力も申し分ないわね。ただ残念なことに、武蔵の空適性がかなり低いため、もしゲッター1やドラゴンで使うなら、陸で戦うのが基本になっちゃうわね。もともとゲッター3のパイロットだもんな。運用を考えると悩ましいけれど、武蔵を交えての合体攻撃は燃える展開よね。原作ではなかった展開だもんな。ただこの、ドラゴンが残るという流れには大きな罠があるわ。罠？今までの作品だと、新ゲッターが出てきたら改造が引き継がれるじゃない？そりゃそうだな。あ、もしかして。そう、ドラゴンの改造が新ゲッターに引き継がれないのよ。そのため、喜びさんで改造したら一人乗りになっちゃって、シャインスパークはないし、どうしたものか、となりやすいわ。そりゃ確かに罠だな。PSP 移植版では引き継がれるようになったので安心して改造できるわよ。続いては初代スパロボ。この作品はなんといっても、主役の一人ってのが大きいわ。ガンダム、マジンガー、ゲッターこの中から選ぶんだよな。選ばれなかったゲッターは敵として登場して、説得で仲間にすることができるわ。主役ってぐらいだからやっぱ強いんだろうな。ゲッター1の頃から攻撃防御が高く、それがそのまま強化されてるわね。ただドラゴンの武装は全て射程1なので、状況に応じて変形しないと遠距離はかなり不利ね。遠距離が苦手っていうか、射程1しかないってすごいな。この作品では遠距離攻撃できるってだけで強みだったのよ。ドラゴン形態だけで戦うのは無理か。むしろ、3形態で遠近、地形問わずに戦えるゲッターの強みが、より際立っていたというべきかしら。そういう見方もあるか。最強武器のシャインスパークは空はもちろん陸にも有効で、単純な威力ならグレートマジンガーの方が上だったりするんだけど、地形適性についてはこっちの方が優秀ね。実はちゃんと住み分けがされてるんだな。とはいえ、現在に至るような3人乗りの強みはまだないわね。まだパイロットがいないもんな。ちなみに、ゲッターが敵を勧誘する際のセリフ、君いい体してるねゲッターチームに入らないか？は、初代の勧誘システムを象徴するセリフとして有名ね。いい体って何回ミシンだぜ。
続いてはアルファガイデン。今作もシンゲッターは登場するわ。敵に取られてピンチになるみたいな話があるんだよな。そこでマジンカイザーが登場して対決、という熱い展開になるわね。じゃあまたドラゴンはちょっと影に隠れちゃうんじゃ？ところが、ここでシンゲッターを残すか、ドラゴンの強化版に乗るか、二択で選ぶことができるのよ。あえてシンゲッターを取らないなんてことがあるのか。それが実は結構現実的で、機体性能こそシンゲッターの方が確かに上なんだけど、ストナーサンシャインは威力がフル改造で6200で、気力が140、EN が90も必要なのに対して、強化版のシャインスパークは威力が6000、気力125で EN は50と燃費と使いやすさが段違いなの。それで威力が200しか違わないのかよ。また改造費用もドラゴンの方が安く、フル改造すると18万ぐらい差が出ちゃうのよね。じゃあドラゴンを選ぶのも確かに現実的かもな。ストナーサンシャインは射程が3まであるのでインゴに使いやすいという、アルファガイデンらしい性質はあるのでどちらもありだと思うわ。この2択は敵として登場したシンゲッターを、HP ギリギリまで残すか、撃墜するかによって判定されるわ。そもそも敵のシンゲッターを撃墜するのが大変ってのはあるわね。そりゃシンゲッターだもんな。登場しているバット将軍がパイロットとして強く、普通にストナーサンシャインも使ってくるわ。撃墜するなら援護なども絡めてしっかり計算が必要ね。続いては第2次スパロボよ。今作からパイロットの概念が登場したことにより、ゲッターの強みが増したわね。3人乗りという強みだな。ゲッタードラゴンは相変わらず全て射程1なんだけれど、シャインスパークは威力がかなり高い上に、今と違って気力が必要ないわ。そのため、龍馬の熱血をかけたシャインスパークが、この第2次では間違いなく最強の一撃になるわね。かなり強そうだな。ただ射程の問題もあるので、普段はライガーで運用する必要があるわね。また、ゲッターチームは誰も命中アップの精神を持ってないわ。そのため、威力は高いんだけど外れちゃうなんてこともありがちね。必中系を持ってないなんて珍しいな。また、HP や防御力に関しては、優秀なモビルスーツとかより低くなってるのも注意点。F91 と HP は変わらないのに防御は F91 の方が上になってるわ。ゲッターは撃たれ弱い方だけどそこまでとは。それでいて素早さはモビルスーツに大きく劣ってしまうわね。普段はライガーで運用ってのもそこに要因があるわ。ライガーならモビルスーツ並みに運動性が高く、射程も長いのよね。ほんと状況によって使い分けが必要なんだな。とはいえ、一撃の破壊力は間違いなくドラゴンね。ちなみに、武蔵が死なずに最後までゲッター G に乗るという、珍しい作品でもあるわ。続いては第3次スパロボ。やはり昔のシリーズほど目立ってるんだな。攻撃力の高さが際立ってるわね。シャインスパークの威力は2500となってるわ。それって高いのか？初参戦したコンバトラーの超電磁スピンが2000。大ターンの3アタックが2400。自分ではトップの威力よ。今とは全然数字の感覚が違うな。そして、3人乗りの強みってのもこの作品では際立ってるわね。コンバトラーは5人乗りなんだけど、まだこの時期にはサブパイロットの概念が存在してないの。そのため龍馬の1人乗り扱いなのよね。それは結構辛いな。対してゲッターは変形すれば精神を使えるので、唯一複数人の精神が使える機体なの。そういう意味で唯一無二の強みを持ってるわね。早い段階で3人乗りの強さが確立されてたんだな。注意点としては、唯一の勇者定武器である、ダブルトマホークブーメランが弾数4とかなり少ないこと、反撃の際の武器が選べない時代なので、すぐに使い切っちゃうことが多いわ。この時代は弾数もかなり厳しいな。ライガーやポセイドンのミサイルも弾数が少ないので、できるだけ隣接して戦う必要があるわよ。もう一つ、精神のラインナップも注意が必要ね。ラインナップに注意？龍馬といえば必中と熱血という印象かもしれないけど、第3次では熱血を覚えないわ。その代わりハヤトと武蔵が熱血を覚えるんだけど、武蔵は離脱するので、最終的にハヤトだけしか使えないのよね。その代わりひらめきは龍馬しか覚えないわ。なんかいつもの印象と全然違うな。幸運もハヤトだけなので、ハヤトばっかり精神使っちゃって気づいたら SP 切れ。そんなこともよくあるわ。熱血の使いどころに気をつけなきゃなんだな。強力なだけにね。今回の1位はスパロボ EX とさせてもらったわ。なんかこの手のランキングで EX が1位になること多い気がするぜ。主人公ごとにユニットが制限されること、攻撃力がかなり高めに設定されてることなどが理由でしょうね。ということはドラゴンも？基本ユネの将のみの登場となるんだけど、シャインスパークの攻撃力は、なんと8000となってるわ。8000。今時のスパロボでもなかなか見ない威力だぜ。消費 EN は100、気力130と、使うには色々条件が必要だけど、
この威力は破格ね。グレンダイザーや豪将軍でも6000いかないぐらいが最高なので、いかにぶっ飛んだ威力か分かってもらえると思うわ。ぶっ飛びすぎだろ。そしてもちろん妖魔は熱血を覚えるわよ。最大ダメージはとんでもないことになりそうだぜ。ところがそうもいかないのよね。スパロボ EX は一撃の上限が9999で固定なの。なので、熱血でシャインスパークを使う意味はあんまないわね。そんな。というか気力の補正なども加われば、普通にシャインスパークで9999が出ちゃうのよね。なんかもったいない気もするぜ。あと一応の注意点として、今作でゲッタービームはビーム兵器扱い、ガンダムのビームライフルと同様の扱いになってるわ。そのため、今作から登場したオーラバトラーのバリアや、終盤のボスが持つビーム吸収によって無効化されてしまうわよ。まあビームって言ってるけどゲッター戦とビームライフルは別物だろう。あとポイントとしては弁慶の幸運。弁慶が幸運なんだな今作は。他に幸運覚えるのが出たり入ったりする豪将軍のキリーとか、グランガランのシーラ王女とかなので、実戦でずっと使える幸運持ちがゲッターしかいないってこと。リューネの章で貴重な幸運持ちなので、優先的にボス相手にさせたいわね。強い上に稼ぎ役でもあるならそら活躍するわな。ちなみに今作、裏技で州のグランゾンを、ネオグランゾンにすることができるんだけど、このデータを引き継いでリューネの章を始めると、ネオグランゾンと戦うことができるわ。宿体砲18000の威力とかもそのままなのでかなりの強敵よ。やばすぎるぜ。そして、こいつと戦う上でも、ゲッタードラゴンのシャインスパークは必須になるわね。リューネの章の鍵を握る機体なんだな。というわけで1位はスパロボ EX にさせてもらったわ。案外浮き沈みもあったんだな。新ゲッターの登場、というのもあったしね。チェンジゲッター以降は新ドラゴンや、新ゲッタードラゴンなんかも登場してて、ドラゴン界隈も賑やかになってきたわ。なんだその界隈は。今後のドラゴンの活躍にもご期待ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。